アイテム番号、SCP-625JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-625JP はサイト、8169にて標準大型哺乳類収容プロトコルに従って収容してください。飼育管理担当職員には最低2名を割り当て、SCP-625JP 全個体の飼料の摂食量との体調を記録させてください。収容エリア及び解放エリアには 10km 見事に電圧感知素子及び低周波収音器を設置し、研究担当職員は SCP-625JP の発した信号の記録を行ってください。基地のパターンでない信号が確認された場合には主任担当者と飼育担当者に報告し、病院の調査を行ってください。SCP-625JP が寿命またはそれ以外の要因で死亡した場合、SCP-625JP らによる合唱が終了したことを確認してから適切な死体の処理を行ってください。説明。SCP-625JP はアジアゾウ、学名、エレファスマキシムス、に似た外見を持つ大型の草食哺乳類の総称です。収容初期の1970年代には31頭が収容されていましたが、寿命により個体数を減らし現在は11頭を収容するのみとなっています。残った個体もそのほとんどが高齢であり絶滅の危険にさらされており、財団の調査では野生の SCP-625JP は完全に絶滅したことが確認されています。SCP-625JP の生態は一般的に知られているゾウのそれに準拠しますが、その体構造に2点の維持要請が確認されています。SCP-625JP は頭部前面に巨大な眼球状の器官を備えていますが、この器官に視力は存在しません。解剖の結果、この器官は前頭葉が発達し露出したものと判明しており、後述の SCP-625JP 同士の信号によるコミュニケーションを行うために脳が発達したと考えられています。さらに SCP-625JP は気薬部付近に発電細胞を持ち、発生させた微弱な電気を信号として地表に流すことで個体同士のコミュニケーションに用いることが挙げられます。通常の象が鳴き声による低周波を足裏で感じ取りコミュニケーションを取るように、SCP-625JP は足裏の神経細胞によって他の SCP-625JP 個体の発した電気信号を約 30km の距離から感知することが可能です。SCP-625JP が時折発生させる電気と音波の混合信号は、SCP-625JP 以外の生物には五感に作用する幻覚として知覚することができます。この現象を便宜的に歌と呼称します。歌を知覚した被験者は、周囲の風景が一瞬にして変わり、まるで別の場所に移動したように感じた。風や雨が当たる音や感覚、空気の匂いや味まで感じられる、と証言しています。この歌は人工的に再現可能であり、電気信号と低周波音波の混合音波が催眠術のように働きかけ、生物としての原初的な記憶を呼び起こすことで幻覚を見せているものと結論付けられています。この技術を用いることで、財団の所持する無力化装置や対音響兵器などの開発にさらなる進展が期待されています。歌を発するケースは様々であり、求愛行動や機器の伝達等のほか、SCP-625JP 自身の感情によって様々なパターンの歌が発せられます。興味深い点として SCP-625JP は高い社会性を有しており、群れの中に子孫が生まれた時や個体が死亡した時などには対象の周囲に SCP-625JP が集合し合唱を行うことが確認されています。この合唱時にはより強く幻覚を感じられることが確認されているほか、被験者からは、非常に心地よい、不安感や悩みが消える、といった証言が得られています。以下は SCP-625JP の歌を記録したようです。実験記録 A-625。対象、SCP-625JP、識別番号 1E11。実施方法、SCP-625JP の生態を観察するとともに、発された歌を記録する。結果、SCP-625JP の発する歌によって見えた内容を、その時の状況とともに書き表にまとめた。概要、状況、歌の情景。危険、SCP-625JP 放牧エリアにて落雷による火災が発生し、現場に一番近い個体が発した。周囲が薄暗く感じられ、前方の足場が崩れ落ちる映像。高所に対する根源的な恐怖を感じた。威嚇、新規担当職員が施設管理のため、収容者内に立ち入った際に発された。腰部まで達する水流に押し戻される映像。
被験者は水の感触や温度、幻覚の水流に押されて倒れ込み、水を吸い込んだ時の息苦しさや溺れる感覚まで感じられた。求愛、オスの SCP-625JP 個体からメスの個体に向けられて発された。編集済み。祝福、財団の収容下で新たに誕生した SCP-625JP 個体に対し、他の SCP-625JP 個体、平均6個体、による合唱が行われた。1990年代に2回観測されている。日の出前の明るさの緑色の空から小雨が降り注ぐ映像。雨が身体に当たる感覚はあるものの寒さは感じられなかった。鎮魂、寿命で死んだ SCP-625JP 個体の葬儀とみられる行動で、SCP-625JP 残り全個体による合唱が行われた。198年から201年現在まで計22回観測されている。快晴の青空と見渡す限りの花畑の真ん中に立っている情景。微風が吹くのを感じ、身体が非常に軽く感じられた。追記。2000年、SCP-625JP の飼育担当の D クラス職員、D78638、に信愛を示す行動が行われたほか、SCP-625JP 全個体から歌が送られました。D78638 は元、動物園勤務であったことと勤勉な性格が変われ、約10年間にわたり SCP-625JP の飼育担当を務めていました。概要、状況、歌の情景。感謝、収容者に入室した D78638 を取り囲むようにして SCP-625JP 全11体が合唱を行った。暖かな日差しと数種の花の香りが感じられたほか、多幸感を感じた。下記インタビューは SCP-625JP の修正の情報についての記録です。インタビュー記録625-1。インタビュー記録625-1万、1970年、月、日。対象。死、インタビュアー、八代博士、不起。死は野生の SCP-625JP を密漁することを職業としていた。録音開始、八代博士。では、SCP-625JP を狩猟していた理由を話していただけますか。死。はい、あれは人間様と同じように祝い事や弔いをやる生き物でして、その時にキアツラ墓を歌うことはご存知でしょうか?ヤシロ博士。そしてその歌に幻覚作用があることも、特に葬式を行う際の幻覚には快楽が発生することも調査済みです。し、それは話が早いですね。私は快楽目当ての金持ちを相手に商売をしていました。あとは普通の像と変わりませんので、象牙や皮を売り払ったりもしていましたがね。八代博士、死骸を売り払うのにしては随分と雑な殺し方をしていますね。どれも内臓を引きずり出したような跡や、耳や鼻をバラバラにしたりと、この無数の槍は、抵抗傷がありませんね。死後に刺したものでしょうか。これらは他の SCP-625JP 個体に発見されやすくするための工夫でしょうか。死、いえいえ、そういった理由もあるのですが、あれの、歌の快楽を底上げする方法はご存知ですか。八代博士、いいえ、これがそうだというのでしょうか?し、仲間が死んだ時、いや、殺された時だけですね。その亡骸がむごたらしいほど綺麗な歌を歌うんですよ。私も何度も聞かせてもらいましたが、例えるならば天国、極楽にも昇る気持ちとはまさにこれのことを言うのだと思います。あれを何十匹も歌わせるよりも、もっとすごい衝撃でしたね。し、そしてあの辺りの伝承によれば、無残な姿になった仲間ほどその魂を慰めるために大勢で力強く歌うと言われており、私が実際に試してみたところ、その通りだったということです。八代博士、興味深い内容ですね。ではインタビューを終了します。ご協力ありがとうございました。録音終了。追記。2010年、SCP-625JP 研究主任の黒瀬博士による実験が行われました。実験内容は下記の通りです。実験報告書 B-625。実験報告書 B-625、2010年、月、日。担当者、研究主任黒瀬、実施内容、
飼育担当職員 P78638 の死体を激しく損壊させ SCP-625JP 群に死任させる。結果、通常時の葬儀時の歌と比較し音強度、幻覚強度の歌が総勢11頭の SCP-625JP によって奏でられた。死の証言通り今までにない規模の歌となった。概要、状況、歌の情景。鎮魂、B、SCP-625JP 全11体が合唱を行った。眩しく感じられる連続したフラッシュと全身の浮遊感、甘い果実のような香りが脳髄を溶かすような感覚のほか、全能感と恍惚感、感動に似た感情を覚えた。分析。得られた情報は、削除済み、の開発に大きく貢献するものと期待される。レポート作成後に技術開発部にデータ分析を依頼する。添付資料、実験計画書 B、625、1990年、月、日。対象、SCP-625JP 全個体。実施内容、インタビュー記録625、1の検証として、SCP-625JP の死体を損壊させ SCP-625JP 群に死任させる。実験方法、SCP-625JP の信頼が得られ仲間と認識されるまで、動物、アジアゾウを予定、飼育担当職員として D クラス職員を起用し、接触、交流させる。付記、1990年、月、日の実験より、ゾウを含む他種流動物のほとんどが SCP-625JP に対し忌避反応を示した。また投入された動物も上記計画の条件を満たすまでに寿命が来てしまう恐れがあり、長期の実験で再実験を行うことも難しいため、確実性を考慮し人間を起用することを提案する。